ボックスの男って知ってる？電話ボックスにメッセージ残したら殺したい人を殺してくれるんだよね。あなたは人生が終わる時のことを想像したことがありますか？見つめるだけで相手を死に追いやる男、それは立証不可能な犯罪。不能犯ですね。行くよ新人。繰り返される変死事件、しかしその死因は全て原因不明。思い込みです。一種の洗脳、マインドコントロールです。人間の命をもてあそぶなんて。稀にいるんですよ、あなたのように僕がコントロールすることのできない、支配されない人間が。あなたなら僕を殺せるかもしれませんね。あんたの目的は何？知りたいんです。人間の脆さと強さ、どちらが人間の本当の姿なのか。不老犯。愚かだね、人間は。